カサニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ池田とめとと、どうも、カサニマロ文系団体吹本です。はい、ということで、相性のいい平眼光、悪い平眼光、イエーイ。ということで、弁当くんテンション低くないですか？これテイク2なんですよね。何回動画テイク2が2回目やしね。どんだけ動画撮れてなかったことが、僕ら無駄に30分喋ってるからな。普通にめっちゃムカついてる本当に。意味わかんねえよな。っていうことは置いといて、でしかも全部載せてるもん。しかももう全部載せてるもん。あ、全然しかもの接続詞の付け方間違えてる。こんなに労力かけたのに視聴者維持率も5秒やん。あ、もうこれ分かったわと思って、もうブラウズバックするよねって感じで、高評価で保存しといてください。スクリーンショットをしてもぐちゃぐちゃになって、どうせどこにいたか分からなくなるんで、高評価、それから後で見る、で再生リストにもぶち込んで全部に保存していただいて、で高評価もしていただいて、でチャンネル登録もしておいてください。そうしないと僕の怒りは収まんねえよ。ということで、前回ね、このこっから上の部分いったんで、今回ね、この国公立文系のとこ喋りますってことね。そうですね、前回までここまで喋っておりますね。概要欄に載せておきます。今日は国公立の人の向けの話になってきます。で、大前提は一緒なんですけれども、対策が散らばってしまう大学は受けるな、だからこそ背伸びをした第一志望は必ず一つに絞りましょう。例えばだから、もう広島大学っていう風に絞るんだったら、広大と同志社っていう同じレベル帯の大学に行くのではなく、広大なんやったらもうその第二志望群ね、第二志望は何個かあっていいんですけど、第二志望群に関してはまあ立命館、関学とかっていう風にレベルを下げた方が割と戦略的にはいいと思ってます。で、っていう感じです。笠にまら皆さんの欲しい情報をこのようにバッと提示して、バババって提示して、受験生の辛いを解決する普通のお兄さんだから、チャンネル登録しとかいいだろうがいい。せやろうがいい。せやろうがいい。やって。はい。もう単登録者減りそうで嫌ねんけど。もう減るなら減れということで、こちらのね、お話をしていきたいと思います。じゃあ、まず分かりやすいので、カサニマロの実体験として、ケーススタディということでお話をしていきたいと思います。弁当くんの方がね、京都大学院に、まあ、もう辞めてますけども、まあ、受かってるっていうあれがあるんで、まあ、実際弁当くんは賢く見られがちなんですけども、吹野党が公費で受かってるんですよ。そうなんですよ。待って、ちょっと、テイク2やから性格が悪くなってる、どっちも。怒りの性格悪くなってる。2個前ぐらいに怒りの対処法みたいな動画出したのに、もうお前が見ろよって感じだよな。はい、ちょ、すいません、ちょっと砕けすぎててもうやってられなくて、もうすいません本当に。吹野党は後期で入ってて、弁当は前期で入ってるんですね。吹野党のまだ前期試験はね、京阪神の方受けております。まあどっかはちょっと察してほしいんですけども、分かる人は分かると思うんですけども、前期どっか受けていて京阪神のね、でそれに落ちて、で後期で広島大学入ってるっていう感じなんで、併願校としては同志社大学ね、唯一一般の方で2日程ね、こちらを受けております。でセンター利用としては関学、立命館を受けていて、別に行ってで11月にね、防衛大学の方も1、2日ね、受けてっていう感じで受かっておりますっていう感じです。併願校に関してはありがたいことにね、すべて受かってるっていう感じです。なんか、吹野トークのイメージで言うと、まあ、京阪神第一志望で D 判定ぐらい。で、同志社とか広大が B 判定ぐらいよね。うん、で、センター利用の滑り止めが A 判定っていう感じで、D1 つ、B2 つ、A2 つみたいなイメージで受けるといいよみたいな話をさっきのテイク1でしたんだよ。こうだから理想的な吹野党としても自信を持ってできるこのオーダーですかね。そうですね。いいと思います。はい、はい、で僕の併願校の方なんですけれども、同志社大学の異常法のみということで、僕はもう間違ってます。これはもう間違ってさ、カンカン率受けんかった、うん、もうアホやったからやな、このくだりもしたわ。アホやったからですよ。受験のこと知らんかったからね。そう、うん。受験のこと知らんかったからこそ、こうやって寄り添えてるんだと僕は思うよ。そんぐらい知らんかった。僕はもう、なんもゼロやった。もう、田舎の方の高校に通ってたし、もう何も知らんかった。だからもう、広大と同志社でいいと思っとった。よくなかった。これは。同志社一般って言ったら偏差値一緒ぐらいやからね。そう、一緒よね。だからここで言ったら、そう。まあ、この結論で書いてるけどさ、高校理想の第一志望のワンランク下の学力帯。なので、まあ、理想的なんが、例えば広島大学第一志望なんやったら、まあ、それこそ関学、立命館とかが結構理想的かなっていう風に思ったりするんですね。そうやね。でプラス例えば滑り止めやったら、もう一個下の例えば江南大学受けるとか近畿大学受けるとか、あとはまあ九州の子やったら青年学院受けるとか、空いちゃった南山受けるとかも全然ありやと思うんですけど、みたいな、まあ地元大学受けるのも全然ありかなっていう風に思ったりしますっていう、レベル感になっておりますと。じゃあ早速さっきそっちからかな。はい、こっち行っちゃいましょう。国公立の人、まあこれ併願校の数の話ですね。一番重要になってくる数の話になってきます。まあ、数っていうか日程ね。あ、そうです。日程。うん、
何日試験があるかっていう話です。だから、うん、1日まで5日までっていう風に置き換えたら分かりやすいかな。なんでなんか10日も受けんなよということですね。まず私立行かない人、私立もはなはな行く気がない人は、1つは受けましょうということですね。ゼロはあんま良くない。でなんでかっていうと1月までって絶対に模試があるんですよ。でただ一方で2月って唯一模試がない月なんですね。だとしたらリズムが崩れてしまう可能性があるので2月まあ模試がてらっていうとちょっと言い方悪くなっちゃうんですけど私立1個は受けておくっていうのがおすすめになってきます。まあ、緊張感がある模試みたいな関係だよね。全然勉強もしなくていいです、うんうん、勉強もしなくていいけど第一志望の人もいるからやっぱみんなピリピリしたこの空間受験のリアルな空気っていうのはやっぱ味わえるんで、うんうん、そういう意味でちょっと受けとくっていうのはありかなっていうふうに思ったりします。一方で丸2番ですね。行くかもな私立に行く可能性があるなっていう方は5日って5日分までは試験に使ってもいいのかなというふうに思います。なので5日分までっていうふうに言ってるのでセンター利用共通テスト利用、まあ、共通テスト利用が共通テスト利用はこれには含みません、はい、共通テスト利用なんてものはお金さえあればなんぼれも出せます、はい、なので、まあ、行くかもなっていう人も不況等、まあ、リアルなところやなと思っていて、まあ、不況等だったら経営話に1つ広島大学で1つで国公立で2位やんか書いてくれてるとこだ、うんうんうん、で、まあ、私立に関して不況等はどうしたら2位ってしか落ちてないので2つですけども、うん、もうちょっと落ちといてもよかったかなっていうふうに正直思ったりします、うんうんうん、なので例えば、まあ、僕みたいにあんま私立行く気がなかったです正直。なので不況等のパターンやったら、まあ、2つでしたけども一番おすすめできるのは例えば同志社を、3日程ぐらい受けとく、うんうんうん、でプラス関大1日程立命館1日程とか別に関学に1日程立命館1日程とか何でもいいんですけどももう一個滑り止めを受けとくっていうのは全然ありかなっていうふうに思ったりします、うんうんうん、で逆にあんまおすすめしないけど例えば神戸大学同志社大学どちらでも行ってもいいですっていう人やったらもう同志社をフル日程きちんと受けとくっていうのは大事かなっていうふうに思ったりするので必ずしも5つまでって5日程までって絞る必要はないんですけども大体のイメージ私立、うんうん、ワンチャン行くかもなっていう人は5つぐらいまでの日程かなっていうふうに思ったりします。はい、まあこれがだから原則っていう感じだね。もう例外は全然あるかなっていうのはもう僕らもそう思っておりますと、はい、っていう感じ。まあこういうところはね YouTube ライブでもう毎年もう死ぬほど質問を受けるんで、はい、全然 YouTube ライブでも死ぬほど聞いてもらったら大丈夫です。こういうところで迷った方は出願直前に YouTube ライブ来ていただければ大丈夫でございます、はいはい、でまあ概して言えるのは第一志望の難易度帯から1つ第二志望群の難易度帯から2から3個まで絶対に受かる大学を2つまでってのが鉄則、まあ、まあ鉄則とまではな原則ぐらい例外もあるかなっていうところではありますけれどもあの鉄アルミぐらいアルミぐらいの感じです。アルミ則、はい、アルミ則です。はい、次行きましょうということでまあこれも前回ねここをお話しするよっていうことでお話しちゃったんでちょっと参考程度にやっていきますけれどもボーダー得点の意味知ってますかということで合格率 50% のラインのことをボーダーと言います。合格最低点よりも高いものになります。で言い換え方としてはパスナビの強手得点率っていう風なね言い方になることもあるのでボーダー得点とか強手得点率っていう風なやつは合格最低点よりも上で合格平均点よりは下なんだっていう風に思っていただければいいと思います。でそれぞれ合格率見ていきますけれども A 班 B 班 C 班 D 班 E 班それぞれ A 班って合格率 80% 以上 B 班って 60% か 80% C 班って 40% か 60% D 班って 20% か 40% E 班って 20% 未満ということになります。でど真ん中 C 班って 50% がボーダーとか共通テスト得点率っていう風に言われますよと。だからさみんな目指すとしたらもうボーダー目指すって人もおんねんけど実際みんな C 判定目指すってなんかちょっと気持ち悪くない？目指すなら多分 C 判定目指すってなかなか言わへんと思うから目指すなら合格平均点まあ大体 A 判定と B 判定の真ん中ぐらいかなっていうのが不況等の肌感ですけども、まあ、合格平均点目指すぐらいの感じでいいかなと思います。ボーダーっていうのはさっき弁当がテイク1で言ってくれたけども挑戦状やから、うん、ギリギリもうそこで挑戦できるかなぐらいの入場券ぐらいのイメージなんで そうですね、そっからなので土俵に立ったぐらいのイメージなんでね。うんうんうん。そうそうそう。まあそれはそれで嬉しいことなんやけどね。そうそうそう。なのでだから目指すとしたらまあ合格平均点の方が浪人する覚悟がないなら安心かなっていうふうに思ったりします。浪人とか私立覚悟がないならね。そうやね。はい。っていう感じなので、まあ心理学的にもまあ 50% 合格率 50% ラインが割とあのモチベーションも湧きやすいっていうふうに言われてるんで、まあここは割とね自分の実力も鑑みて C 判定ぐらいの大学を目指すっていうのも僕は一つありなのかなっていうふうに思いつつ、でもまあ受験する人ってやっぱ高みを目指すし、D 判定ぐらいやっぱ行きたいなっていう風な気持ちもあると思うので D 判定ぐらいを第一志望に E 判定やったらちょっとさすがに志望校落とすかなみたいなイメージで捉えていただけるとまあ一般的にはいいんじゃないかなっていう風に思います。それが原則ですね。例外もあるけどっていう感じになりますっていう感じかな。はい、終わりましょうかね。はい、ってことでね、はい、まず全然コメント欄とかね聞いてくれたら全然答えるので聞いてみてください。ってことで終わりましょう、はい、バイ。前は天才天才天才カリスマ無敵無敵無敵解けない問題なんてないさ令和のガキでおった君は世界を良くする使命を持って地球にやってきた。
した。お前は天才。